んばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスで す。おもちゃ箱をひっくり返したような番組です。はい、健康になりたい。それはそう、健康になりたいんじゃ。健康になりたいんじゃ。私もなんかさ、私神社とかめっちゃ行くじゃん、うん、で神社とかでさ、今まではさ自分の私利私欲しか願ってなかったのね、うん、昔はね、うん、もうほんと 3年以上前の私よ。いや、まあ、そこフォロー入れなくても大丈夫です。神様用にフォロー入れたいの。そうそう、今神様に神様見てるから3年以上前の私だから今の私。神にね。ちなみにね、うん、違います。私利私欲だったんだけど、最近さ、なんかさ、そういうさ、ごまきとかもあるじゃん。あの、ごまきじゃない。モームスの話はしないけど、うん、大丈夫。そう、なんかあの木あるじゃん、うん、木にさ、なんか自分の願い事書いてさ燃やすやつ知ってる、うん、へえ、そんなのあるんだ。これはまあ神社っていうか、まあお寺とかそういういろんなとこでやってるんだけどさ、うん、それにさ、もう私最近心身健康を選ぶようになってきた。今までは心願成就だったの、うん、自分の心が、うん、の願いが叶いますようにって、うん、これじゃなくてもう一番は心身健康が何よりだなってことに気がついたの私。我々も年を取りました。そういうことです。そういうことです、はい、健康になりたいの。どうしたらいいんだろうね。この冬を越したい。ちゃんとね、健康に越したいよね。毎年越せてない私。いや、季節の変わり目っていうのはやっぱりね、風邪ひきやすいですし、去年は特にふるったでしょ私。ふるった、うん、ふるったって何。インフル。あ、インフルになることふるったって言うんだ。だから今年こそは回避したいの。そうだね、去年ふるっちゃってさ、いろんなパーティー行けなかったんでしょ。そう、やだよね。今年もそんなんのやだよね。やだ、お願い。どうしたらいい。急募。急募、健康になる方法。絶対に風邪、インフルにならない方法。でもいろんなことは、まあ噂程度ですけど、うん、出てはいるじゃないですか。プロポリスがいいよとか、舐めてる今、だからマヌカハニーがいいよとか、いろいろね、あるじゃない。持ち歩いてるよ今プロポリス。大丈夫じゃない。プロポリス効くらしいよ。本当？わからん。万能？わからん。でビタミン C をとにかく取りなさいみたいな。ビタミン C は美容にもいいってね。あるから、だからマルチビタミンは飲んでたのね。マルチなビタミン。そう、でマルチなビタミンのビタミン C の欄見たら 100mg しか入ってなかったの。うん。でシンプルビタミン C は 1000mg 入ってるの。お、全然違うじゃん、うん、だからシンプルビタミン C も買い足したの。何が必要。亜鉛とか。亜鉛も飲んでる。お、いいじゃない。免疫力が上がるって聞いたから、うん、私もそのね、コロナ時代っていうかによく聞いてたから。そうなんだ。大事らしいですよ。そうだったんだ。味覚とかもそこから出てきたりするから。そうなのね。そう知らずに飲んでた。いや、じゃあ良かったですね。でも結果飲んでて、もう今取ってる。あと何取ればいい。あと腸内環境はどうですか。乳酸菌とか。え、酵素は。酵素は乳酸菌に含まれるよね。アミノ酸。アミノ酸も飲んでる。すごい飲んでんな。サプリメント漬けじゃん。食事で取った方がいいよ。そういうこと。それが良くないの、うん、朝何食べるってるって言ってた、この前。朝ごはん。クッキー。朝ごはんグミとクッキーだって言うんですよ。そこだよ。それが良くないの。そういう、そうだよ。私はずっとそう言って、夜ご飯めちゃくちゃさ頑張ってさ、自炊したりとかしてさ。そうだよ、炭水化物取らないようにしてんの。そう、お米取らないとかさして頑張ってんだけど。でもなんでこんなに私頑張ってんのにそんな痩せないんだろうって常日頃思ってた。朝のグミ、クッキー、アイスはダメだよ。原因それ。一番吸収するんだから朝起きて。一番最初に、あー、お腹空いたなって体がもう、あ、来た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 って、もう全部の。だから痩せないんだ私。こんなに気使ってんのに。そう、全て吸収してんだよ。こんなに頑張ってんのに。これをやめればいいんだ。それをやめたら体が変わるかもしれない。あと断食するから。それずっと言ってるんですけど。気づいたの、まあ、私ダイエットはできないの。できない。そう、だって朝そうやって食べちゃうじゃん。そうだね。で夜ご飯どうせさ、なんか控えめにしたりしてもさ、次の日の朝また食べちゃうから。クッキー食べちゃう、ね、クッキー食べちゃうから、うん、だからダイエット向いてないのよ、うん、だったらもう食べない。え、でもそしたらクッキーも食べれないんだよ。もうやる。0、100なのよ。だからもう50とかができないのよ。あ、そっか、減らすができない。減らすができないのよ。じゃあ0にしよう。0はできるんだよ。100か0だね。
できるのかな私は。いやそれね、健康法でもあるって言いますし。でもめっちゃひとみさんがやってるって知ったよ、断食。そう、スタッフさんもね、毎月やってるって知ったから教えてもらおうと思って。でもちょっとひとみさんはちょっと変だからだってカレー食べれない人だよ。そうだ、世の中にいたんだそんな人っていう。カレー食べなくていいけど、唯一だから、唯一カレーが大嫌いなんだもんね。大嫌いな人だよ。すごいよね、聞いたことないじゃん。どんな美味しいカレー食べても全部嫌いって言ってた。そうだから、きっと美味しいものが目の前にあっても食べたいってならないんだよ。あと何が嫌いなんだっけ。アップルパイ嫌い。確かに甘いもんそんなに好きじゃないですね。じゃあとか、ほら、そういう人は向いてるかもしれないけど偏りがある人ね。そうそうそう、好きなものにね。美味しいものが目の前にあってこう我慢できるかっていう。でも酵素取るから大丈夫それもじゃあもうちょっと一回実験してもらって。ファスティング用のやつ買ったの。やっぱまず形から入るタイプですよね。もう揃えたから揃えたから、役者は揃ってる、揃ってるから、あとはやるだけなんだ。健康になろうみんなで見てるみんなも健康になろう。その努力が実りますように。この冬こそ絶対こうしたい。もえさんがやだ、努力が報われますように。健康が一番欲しい。頑張りましょうね。頑張ろうみんなで、ね、スタートです、はい、スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。はい、そんなため息しなくても、こっからですから。私たちが健康に年を取っていくためには今からやってれば早いですから、むしろね。なんか分かんなくなってきたやっぱ自分に合った方法を見つけるのが一番だと思いますから。食事なんだね。できれば食事で取るのが一番体にはいいはずです。食べ物でできてるんだもんね私たち。そうだよ、体はもう食べ物、食べるものでできてんだよ。食べるものって大事だね。そうだよ。はい、ちいかまさんからです。ミックもしこんばんは。こんばんは。ミックのインスタで伊藤ファームの様子が公開されていましたね。想像以上に大きい畑で驚きました立派な水菜や株が映っていましたが、とっても美味しそうですね。一生のお願いなんですが、お料理声優として活躍を見せている萌氏がお、そうだ伊藤ファームのお野菜で手料理を振る舞うイベントを開催してもらえませんか。あ、いいじゃん。お料理、お料理声優、お料理声優、お料理声優になりましたもんね、はい、フライパン出そうかな。そうレミパンみたいなやつ出そうかな。萌えパン、グッズ出そうよ。なんか女子アナみたいな、女子アナみたいな萌えパン女子アナみたいでいいね。そうだね、最高。作ろうかな。そう、伊藤ファームの写真私もさ、インスタで見てさ、あまりにもあの立派な畑でみんながびっくりしてるそう、でもあれは誤解で。そう、ね、まあ、立派な畑ではあるんですけど、うん、貸してもらってる畑なんですよ。後ろに映ってるのは他の人の畑、予想の畑ってことだよね。そう、大きい畑を何人かで分けて、この区画は伊藤家のファームですよっていうので、そのエリアだけ貸してもらってるっていう感じで。あれ全てではないよってことです。あの農家じゃないです農家の子ではないんです。あれは完全に農家レベルだと思います。農家レベル、ね、農家の方が貸してくれてる畑なんです。いやでもそうなのよ、私伊藤ファームだ。それこそこれ健康の話につながるじゃない、うん、だってそんなんさ、ね、無農薬野菜ですから。無農薬野菜で、しかも愛情というさ、魔法がかかってるわけじゃん。そうだよ、魔法がマジックかかってる。一番美味しいじゃん。美味しいよやっぱり。だって前伊藤ファームからもらった野菜超美味しかったもん。わ、嬉しい。パパもママも喜ぶよ。ちょ、欲しい。いやもうほんと今すごくって、うん、春菊がめちゃくちゃ大量にあって。春菊、カブ、水菜、里芋、人参、人参作ってるねそう、人参はまあ季節のやっぱ根菜は冬にね、根菜はちゃんと鍋に入れなさいよ、はい、鍋では食べないかもしれないけど、伊藤家では大根もあって。最高、マジでお鍋の具材全部揃ってるじゃん。そうなの、ブロッコリーもある。でもなんかさ、最終的にさ、節約になるのかな。いやでも労力を考えたら買った方が安い。まあ、それはそっか。で、まあみんなで言ってんだけど、うん、でもやっぱ美味しいから全然違う。なんか食べててもすごい微笑んじゃう素敵、それが微笑んじゃう。
君たちよく育ったねって思いながら気持ちになるよね。そう、穏やかな気持ちで食べるし、うん、土がついてるのとか、うん、虫食いのとかも結構スーパーで売られてると省かれがちと選ばないがちだけど、うん、全然それがむしろ美味しいってなるから、素敵。やっぱ伊藤ファームが始まってからこうスーパーとかに行ったとしても野菜をめっちゃ大事にしようっていう気持ちになった。めっちゃこんなに雨風を受けて頑張って育ったんだなって泣きそう思うんです。だからすごい、しかも美味しく、うん、ありがたいことに今年豊作で立派に育ったので、嬉しい。ぜひイベントで料理していただいて。あ、みくんちから材料これ調達できんのかな。できるよ、全然できる。なんなら私春菊配ろうとしてたからね。え、本当にこんなあるの。お母さんが困り果てた、これどうしたらいいの。使い切れないわ、うん、どうしたらいいの。保存するにもなんか限界があるし、ね、弟たちもさ、もう春菊はいいって。もうどうしたらいいの。春菊は食べたくない。もういいいい、まあ、確かに毎日春菊はちょっと飽きるかもしれないな。すき焼きに活躍するのか、いつは。おいしい、お鍋、すき焼き、まあ、おひたしとかでうちは出してましたけど、最高、おいしかった。食べたい。伊藤ファームと契約しようかな。契約してくれる、うん、お金もう絶対払うんで。本当に払うんで。本当、あの郵送してもらえるシステム。あ、本当ですか。じゃあちょっと作ってくれないかな。お父さんに言っておこう、うん、システムにしようとシステムに取りに来たら。え、でも畑には行きたい。うちに取りに来たら。掘りたい、掘りたい。掘りなよ。掘らせてくれんの。でも来てくれたらいくらでも掘ってください。え、やりたい。畑作業やりたい。いいよ、すごく。芋掘りもしたい。芋も掘れるよ、うちは里芋ですけど。最高、超楽しみ。ネギもね、こうやってなってるの。へぇ、まっすぐ生えてるんだ。ネギってまっすぐなんだ。ネギって土からこうやって生えてんだと思って。おもろ。そう、あれさ、抜いた時にさ、下切んの。いや、もうね、抜いたまんまっていうか、そのまんま、そのまんまあのネギなの。そう、ちょっと短いんだけどね。おもろいね、うん、野菜って、うん、ぜひ健康のために伊藤ファームも活用してください、うん、はい、健康になります。はい、あ、耳寄りニュース大賞2023への投稿も大募集しています。通常の募集と区別するため、はい、懸命に耳寄りニュース大賞とつけてください。これは12月17日ぐらいまでに、もうすぐですね、送っといてください。お願いします。はい、はい、メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。お願いします。お願いします。キラピク VR、 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 ねつもえさん、いどねねみくん、うん、新田さんからなんだけど、ギャル時代のもえさんとお友達になれるかって。おお、なれそう。あ、ちょっとすっごい金髪、すごい金髪、めっちゃカラコン入ってめっちゃまずい。違う、これ金髪じゃないよ。これミルクティーラッシュに金髪の、あのメッシュ。メッシュ、全然分かってないこのギャル。多分バカだ。夏休みにメッシュ入れた。多分バカだ。メッシュじゃない、多分。アッシュ。違う、メッシュ。なんかつけ毛。つけ毛、あ。メッシュって言うよね。言うね、つけた目。メッシュ、メッシュ、メッシュ。そうなんだ、すごいね。メッシュレスタの。うん、いいじゃん。かわいい？うん、すごく似合ってる、トヨタさんに。あと、エグつけてた。エグ？エグ。エグ？エクステ。あ、エクステ？あ、うん。エクステ。似合ってる。ありがとう。うん。友達になれた。レッツミックサイド。ねえねえ、萌えさん、はい、ガオガオさんからなんだけど、はい、なんと2024年にスピが流行語大賞に選ばれました。今のお気持ちをお聞かせください。やっぱり懲りずにスピスピ言いまくってたおかげだと思ってるんで、うん、引き続きスピスピしていきたいと思います。今一番来てるスピは何ですか。星に聞いてる、星に、宇宙に聞いてる。そこまで行ってんだ、会話できんだ。星と会話してる。近い、すっごい近いとこにいる。多分目の前にいる。多分目の前にいる。
すごい会話してる、うんうん、星と会話だって分かんないな、聞こえなかった、聞こえないな、スピン、ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 トヨタマエと伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集、たくさんの質問お待ちしています。ピクシスのお気に入り大作戦です。はい、今回は、あ、違う、認定されてるのはこちら、増えました。で、今回のテーマはラーメン。お腹すいた、お腹すいた、もう好きじゃん、だってお気に入りじゃん、ラーメンの存在自体がよ、大好きだもん、最近ハマってるラーメン、どうやったら嫌いになるのよ。そうよ、問題によって嫌いになるかもしれないそれは相当な問題ですよ。ラーメン食べたい、た痩せたいのに痩せたいのに、うん、食べたい、健康になりたいのにラーメン食べたいんだもんね。ラーメンって困るよね、健康じゃないのかなからはちょっと遠いかも。そうなんだ、うん、でも心の健康にはつながるな。そうだね、心身の心の部分にはつながるな。どちらを優先するかだよ、心を優先するか、私は心を優先した方が体にもいいと信じている。結果ね、つながってるからね、うん、心身ってね、つまりラーメンは食べていい、わかったありがとう、うん、食べます。じゃあ行きますか。はい、お願いします。問題、ラーメンの丼に描かれている渦巻きのような模様は雷を意味する。落ち着いて。雷を意味するライモンというもので、あの形には2つの説があると言われています。一つは雷を記号化したという説ですが、もう一つは何でしょう。え、ナルトみたいなあのこやつだよね。そう、それは雷の記号化と、もう一個説があるんだって。雷の地図記号違くない？地図記号、雷って地図記号あんの？ないの？だって地図ってやっぱさ、場所のやつじゃないの？神社とかさ、それこそ学校とかの地図記号じゃないの？こういうマーク地図に書いてないの？そういうマークは別の場所じゃないの？これ雷マークって、じゃあ何この雷マークは？ナイキみたいなイメージじゃない？稲妻のナルト。魔除け、得意分野じゃん。あれ来た、うん、得意分野来たよパス来た、パス来たえ、魔除け、こういうのないの？スピンの中に、ナージャル分業みたいな、あのナージャルボンジュー、怖いものが出ていたね怖いものが出ていたね、ストップしてもらっていいですか。魔除けの怖いやつの方が出てきてる、多分トルコの魔除けのやつ怖い、絶対に違うよ。なんかあのこう、ま、でもこういう感じよ、まん丸の、似てるんだ、似てる、ちょっと名前が全然出てこなかったけど、魔除け、風、悪いものが入ってこないようにするような、ブラックホール、迷路、お、へえ、解説団のうちに迷路って言葉も出てきますけども、何の形を、道、螺旋階段、へえ、迷路な、迷路でしょ、永遠、あ、自然界や、自然界にある、無限か、自然界にある、山、海、うん、雲、お、雷雲、入道雲、 道雲、 そっちだった、あ、ごめんなさい、何でもないです、え、スパイダー、あ、スパイダー、スパイダーの方、糸、スパイダーの糸、雲の糸の迷路、クモの巣惜しかった、惜しかった、雲違いやってたし一回雲違いやってた、恥ずかしいね、雲違いやってた、恥ずかしいわ。ライモンは古代中国から伝わるもので、魔除けの意味があり、うん、災いやが迷路のような渦巻きに入り家の中に入ってこないと言われている、うん、あの形は雷をモチーフにしたという説と、蜘蛛の巣をモチーフにしたという説があり、悪いものが入るのを防ぐと言われている。なるほど、これ蜘蛛の巣だったんだ。言われてみれば気にしたことなかった、うん、問題、ラーメンに関係した道具は福岡の博多が発祥だと言われており、当時はその珍しさからテレビ番組でこの器具は何に使うものでしょうという問題が出されたそうです。その道具とは何でしょう。ニンニク潰すやつ。え、ガチ。
早っ。価値。確かに。ニンニク潰し器。ニンニククラッシャーは博多のラーメン店がおろしたてのニンニクを味わってもらいたいという思いから、うんうん、当初はおろし金と生のニンニクを置いていましたが、レモン絞り器をヒントに今の道具を思いついたと言われています。あれ便利よね。便利、あれ大好き。あの感触が好きなの、ね、私。潰れていくあれがね。でもさ、周りの皮だけ絶対残るの悔しい。あれも行きたい。そう、できればだ。それを取って入れてる。入れてんだ。もったいない。そうだね、出汁を出して。あれ大好き。美味しいような、やっぱラーメンにはニンニクなんですよね。ニンニク食べたい。では最後、はい、問題、はい、大ボリュームが有名なラーメンチェーン店二郎、ラーメン二郎の大抵の店舗のすぐ前や横にはあるものが売られています。さて何でしょう。ガツンとみかん。ガツンとみかんあれば大体のものを打ち消せるもんね。そう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 、ガツンとみかんだ。ガツンとしてるもんね。甘いもの、ジェラート。それは二郎関係者が出してるの？いや、そんなことないです。でもここで置いとくと、なんかこれなんか聞いたことある気がしてきた。売れるから。そうです、その場所でやってるんだ。炭酸水、炭酸水、ミンティア。あ、なんか聞いたことある気がしてきた。うわ、それも作家さんに聞いたような気がしてきた。なんかのタイミングで。うわ、でも全然思い出せない。え、うわ、なんだっけ。あの最後にもらうさ、飴？ブレスケア系の飴じゃないの。ポテチって焼肉屋さん行ったと思ってなんか注文してみてください。タン、ハラミ、タン、白米、タン。はい。メニューになってるってこと？メニューに載ってるってこと？お水ください。お茶、ウーロン茶。へえ、ウーロン茶が絶対売ってるの？ウーロン茶、ほんとは黒ウーロン茶、またウーロン茶。店内で買えないの？大抵の店舗の横には黒ウーロン茶が大半を占める自動販売機が設置されております。自販機って言ったよ。購入したものをもの持ち込みが許されている。でも自販機は、ね、自販機って言ったよ、私。言ってたね。言ったよ。でもあれは ジュースとかじゃないの？もう黒ウーロン茶の気持ちだった。うん。だそうですけど、そこ掘り下げてくれなかった。自販機でおみたいな。いつも近いこと言うとさ、うん、お自販機のおってやるじゃん。それすらしなかった。確かに引っかかりもしてなかったね。ひどい。言ったのに自販機って。諦めなさい。黒ウーロン茶が正解だったんだ。正解だったんだ。確かに絶対私黒ウーロン茶飲むわ、ラーメンとか食べるときは。へー、一緒だわ。やっぱちょっとカロリーを消費してくれるんですね。以上ですか、気持ちだけ。じゃあ、はい、今回のテーマ、ラーメンはお気に入りかスルーか。せーの、お気に入り。不服なお気に入りですね。自販機って言ったもん。でもラーメンは悪くないから。そうなの、だからお気に入り。美味しいな。そんなすねなくても。ジロー食べたことないな。私もないのよ。食べてみたい。食べきれる自信がなくて。野菜抜きとかできんのかな。野菜抜き少なめやけんじゃない。だったらいけんのかな、うん、チャレンジしてみたいわ。確かに一回食べたいね、うん、食べてみたい、ね、はい、ということでピクシスのお気に入り大作戦でした。ピクシスのキラキラ大エンディング。そんな始まり方しないでよ、終わりも。ふつおた、みなの宝物、先生大作戦への質問、二択三択大作戦のどうでもいい二択、耳寄りニュースなど何でもウェルカムです。耳寄りニュース大賞の宛てのメールも待ってます、はい、メールアドレスはピクシスアットマークセカンドショットドット JP です。たくさんのお便りお待ちしてます。ここでピクシス情報です。あ、12月22日だ。19時からトヨタモエスペシャルクッキング配信。
料理声優クッキングライブアプリナッツライフ、ナッツナッツナッツライフナッツライフライブライブごめんなさい一回は違うね。ピーナッツライフ。ナッツライブです。で、響きユーフォニアム第7回定期演奏会京都公演2024年2月3日、宇治文化センター。宇治市文化センター大ホールであります。で、来年3月10日、新宿レニーでバースデーイベントあります。昼の部がトーク、夜の部がライブです。遊びに来てね。はい、イレブンシングルテレビアニメ星屑テレパスオープニング主題歌テント戦発売中です、うん、ライブブルーレイ伊藤美久ライブツアー2023エブリデイイザイギフトは12月20日発売です。チェックしてください、うん、そしてオフィシャルファンクラブオールイヤーズもありますのでぜひ会員になってください、うん、伊藤美久ライブツアー2024 From Now On 開催決定です。名古屋、仙台、大阪、東京の4都市を巡りますので遊びに来てください。はい、スタイルキューブオフィシャルファンクラブスタイルパーティーもよろしくね。はい、番組からのお知らせ。ニコニコ動画セカンドショットチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版 YouTube でも配信されてるので、ぜひそちらもお楽しみください。さい、はい、まあ健康は続けることが大事だから。そうなの、2024年の私は生まれ変わるから。そうだね、もう続けないと意味がないから。この先来年1年は風邪を一回もひかないことを目標にいきます。お、頑張ってください。それはえ、みんな最後に風邪ひいたのいつ？お、やっぱさ、なんで女性特有かもしれないね。こんなに気をつけてさ、毎日鼻うがいだって頑張ってるのにさ、うん、いやでも、うん、身近にいるさ、同い年からちょっと上の方とかはやっぱり季節の変わり目しんどいって女性の方言ってる人多い。え、これ女性特有なの？確かにみんな風邪ひいてなくない？ひいた？最後ひいてないよね、なんで？やっぱ心身が健康なんだよ。あ、これか。心身と健康ってこういうことか、うん、みんなに教わろう。教わる、うん、いいな。心からね、教わっていこう。どうやって切り抜けているのか。絶対もう風邪ひきたくない。お願いします。お願いします。神様お願いします。お願いします。はい、それではそろそろお時間です。お相手はトヨタモエと伊藤美久ピクシスでした。またね、またね。